まだ上か。まだ上。しまして、直径50ミリの試作によって支えられ、22ミリの鋭索に引かれて上下しております。まもなくこのコースの中で最も深い谷間の上空に差し掛かりますが、どうぞご安心いただき、眼下に広がる美しい景色をご覧くださいませ。皆様、進行方向に向かって海をご覧くださいませ。前方に見えておりますのが雲仙五岳の最高峰、標高1360メートルの、今切れたら諦めるでしょうね。ご存知のように普賢岳は平成2年の秋におよそ200年の眠りからため噴火活動を開始し、溶岩ドームを埋めました。私どもはこれを平成新山と名付け、その生誕に敬意を表しております。さて、お天気の良い日ですと白根の海、有明海を狙って阿蘇九重国立公園の阿蘇山や九州の山々、またキリシタン市に名高い天草諸島の島々など素晴らしい景観が開けてまいります。では左手の方をご覧くださいませ。手前に雲仙ゴルフ場がございます。その向こう、とんがり帽子に似た山は雲仙八峰の一つ、標高940メートルの矢岳でございます。その裾野のあたり、赤い屋根などがご覧いただけるかと存じますが、あれが雲仙二の町でございます。皆様、まもなく標高1334メートル妙見岳駅に到着いたします。ここには3カ所の展望所がございます。どうぞごゆっくり雲仙からの眺めをご鑑賞くださいませ。お降りの際は足皆様、大変お疲れ様でございました。妙見岳より眺めた雲仙の印象はいかがでございましたか。では妙見岳を後にお山を降りることにいたしましょう。ここで皆様に雲仙の四季をご案内いたします。春は下の湯の町からこの辺り一帯にかけて宮間霧島の大群落が咲き乱れ、ちょうど朱色の毛線を敷き詰めたように季節の始まりを彩るのでございます。夏は平均気温が21度前後という涼しさで、九州の軽井沢とも言われ、涼を求める人たちで大変にぎわうのでございます。また秋は自然を紅に染めるもみじなどの紅葉が目を楽しませてくれます。この辺りは普賢岳紅葉樹林として国の天然記念物に指定されております。冬は霧氷が名物でございます。
この霧氷は夜間零下数度にまで冷えた霧や雲などが弱い北風によって木の幹や小枝に吹きつけられ、一夜にして透明な水晶の花を咲かせるのでございますが、私どもは花ぼうろとか花ぼろと呼び親しんでおります。雲仙の霧氷見にこと人いえど、冬寒からん雪が降るかも。これは吉井勇先生の歌でございますが、このロープウェイから見る霧氷の美しさはまた格別なものがございます。さて、最近になってもう一つの名物が普賢岳にそそり立つ溶岩ドームでございます。約200年の眠りから覚めたお山に私どもは平成新山と名付けました。まもなく仁田峠駅でございます。本日のご乗車誠にありがとうございました。またのお越しを心よりお待ち申し上げます。お降りの際は足元にお気をつけください。仁田峠駅到着でございます。なんで予算にすんの、足元よく見ろ。この中の山帽子、花咲く広い花よ。山帽子って木やで、もっと高い。まだ広い。うん。そこ見たな。どこ？こ、見た見た。うん。もう帰ろう。この辺。どこにいて？ここにいて。このホタル袋や。ホタル袋。そんなあかんて。無理やわ。無理。弱い弱い草やもん。この人は歩いてきた、歩いてきたんか。止められへんわ。